どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージサービス、マイレージプラスにですね、各ホテルポイントからポイントをマイルにね交換していただくと 30% 増量されるキャンペーンがね開始になりましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今年も来ましたね。昨年ちょっとね何月だったか忘れてしまったんですけども、昨年もね来たキャンペーンという風になりまして、今年もね、来ました。ということで今回ね、各ホテルポイントからユナイテッド航空のねマイルに交換していただくと 30% 増量されるキャンペーンという風になりますので、まあ一番メジャーなところで言うとね、マリオットポイントをね交換していただくのがねいいのかななんていう風に思うんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスは ANA の国内特典航空券をお得にね発券することができたりですね、今ね燃油サーチャージ非常に高いですよね。国際線 ANA とか JAL とかね、そのマイルでねその便を取るとまあ燃油サーチャージね確実にかかってくるんですけども、このユナイテッド航空のねマイレージプラスっていうのは燃油サーチャージがねかからないんですよね。で必要マイル数はですね、 ANA の国内の特典航空券を発券するにはまあ必要マイル数少なくてねおすすめなんですけども、国際線の、ね、長距離路線とかは必要マイル数ねちょっと多いんですけども、まあ多くてもですね燃油サーチャージはかからないんですよね。ですので結構ね今のこの燃油サーチャージがね高い時期にしてはですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスねかなりおすすめっていう風になっておりますので、マリオットボンボイホテルポイントねある程度保有されている方、またね各ホテルポイントね保有されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、まずねキャンペーンの詳細ねいきたいなと思うんですけども、公式サイトねこんな感じになっております。コンバートホテルポイント法 30% ボーナスマイルズということで、まずね期間なんですけども、2022年の9月の1日14時からですね、2022年10月の1日13時59分までっていう風になります。こちらね日本時間っていう風になっておりまして、私の方でね日本時間に直させていただいておりますんで、公式サイトね概要欄に載せておきますけども、ちょっとね時間違いますんで、この点はねご了承ください。で今回もねエントリー必須っていう風になっておりますので、先ほど言いました通りですね概要欄に載せておきますので、確実にエントリーねされてからポイントね交換するようにしてください。で特典ですね、各ホテルポイントからユナイテッド航空のマイレージプラスに交換すると 30% 増量がねもらえるっていった形になります。でこのマイルのねボーナスマイルの付与時期なんですけども、2023年の1月31日までに付与っていった形になっておりまして、で今回のねキャンペーンの上限ですね、最大2万5000マイルまで、こちらね利用することができるっていった形になります。で今回のキャンペーンですね、まず注意しておいていただきたいのはエントリーが必須な点ですね。昨年のキャンペーンの時もですねエントリーし忘れてたっていう方はね結構いらっしゃいましたので、確実に、ね、利用される方はですね今すぐねエントリーだけしといていただきたいなと思います。でエントリー方法とか実際に交換方法とかですね、あの前回の動画でね、あの実際の動画映像をね出してやりましたので、ここら辺ねあの右上こっちかな、はい、見れるようにしておきますので、ポイント交換とかですね、あのエントリーの方法とかはですねそちらね見ていただければなと思います。で今回のねボーナスマイルの付与時期が2023年の1月31日までに付与っていう風になっておりまして、まあおそらくね前回も結構早めには付与されたわけなんですけども、通常分とキャンペーン分ね、こちら別々で付与されるっていう風になりますんで、マリオットポイントからね、ユナイテッド航空のマイルに交換すると、おそらくね、2、3日で交換完了すると思うんですけども、このボーナス分ね、30% のボーナス分に関しては、しばらくね、期間がかかりますので、この点はね、ご注意いただきたいなと思います。で、今回のね、キャンペーンのホテルプログラムなんですけども、結構いろんなところはね、キャンペーン対象になっておりまして、読み上げちゃいますけども、マリオットポイント、マリオットバケーションズクラブポイント、アコーホテルポイント、ヒルトンホテルポイント、 IHG ラディソン、ハイアット、チョイスプリビレッジ、ウィンダム、シャングリラ、アビスバジェットっていうのかな、はい、こちらはねあの対象っていう風になっておりますので、まあ、こちらもね一覧見たい方は公式サイトを載せておきますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。まあここら辺のねポイントから、ユナイテッド航空のマイルに交換していただくと 30% 増量がね、していただけるっていった形になります。仮にねマリオットボンボイホテルポイントをユナイテッド航空のねマイルに交換する場合ですね、マリオットボンボイホテルポイントは6万ポイントを一気にね、
マイルに交換していただくと5000マイルのボーナスがつきますよね。ですので6万ポイントをユナイテッド航空のマイルに交換すると、まあ、2万5000マイル本来はなるわけなんですけども、マリオットとこのユナイテッド航空っていうのは独自で提携を組んでおりまして、プラス 10% いただけるんですよね。ですので6万ポイントを交換すると2万7500マイル獲得することができます。で今回のね 30% キャンペーンがねこの上に乗ってくるっていう風になりますんで、6万ポイントを交換すると3万5750マイルにねなるっていった形になるんですよね。すごいですよね。6万ポイントが3万5750マイルって結構衝撃ですよね。こちらね、私が去年ね利用した際のちょっと見づらくて申し訳ないんですけども、まあ、こちらねリワードプラス2トランスファーっていうのはそうなんですけども、まあ、こちらでね9月14日5500マイルと2万2000マイル、これが2万7500マイルですね。で一番上のポイント2マイルボーナスっていうのがありますよね。これが、ボーナス分っていう風になりまして、まあこれを足していただくとですね3万5750マイルに、ね、なるかなと思うんですけども、まあこういった形でですね 10% からのさらに 30% 増量がね、利用することができるっていう風になりますんで、マリオットボンボホテルポイントを持っている方でユナイテッド航空のねマイル利用されたい方はですね、今回のキャンペーンでね、まあ、できるだけね交換しておくのがねおすすめっていった形になります。で今回のキャンペーンね2万5000マイルまでが上限っていう風になりますんで、まあ単純計算してまあ3回ぐらいですかね、はい、で上限突破するかななんていう風に思いますので、18万ポイントまで交換するのがね、まあ、基本的にはねおすすめっていった形になります。それでは次にですね、まあ6万ポイントをまあ3万5750マイルにね交換することができるっていう話をねさせていただいたんですけども、まあこれでどのようなね感じで利用できるのかっていう話なんですけども、まずねユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは ANA のね国内特典航空券をお得にね発券することができます。羽田がねメインの方であれば羽田から札幌、伊丹、大阪ですね、あと福岡、まあここら辺がですね5500マイルからね発券することができます。これね福岡とかね札幌とかは ANA でね特典航空券ね通常機に発券すると、大体7500マイルねかかるところなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスで利用していただければ5500マイルからね発券することができるっていった形になります。ですので羽田メインの方であればですね今回3万5750マイルね獲得することができておりますので、一人ね往復で1万1000マイルで、できる往復できますので、だいたい3人分まあ3回分ですね、こちら利用することができるっていった形になるんですよね。それでは次にですねユナイテッド航空のマイレージプラスの基本情報をねおさらいして今回ね終わりたいなと思うんですけども、まずユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは ANA のね国内特典航空券が発券することがお得にね必要マイル数少なくね利用することができて、またね ANA マイルとか JAL マイルとかですね発券する場合ですね親族じゃないとね基本的に発券することができないわけなんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは誰にでも発券することがねできるんですよね。これはね非常におすすめっていう風になっておりまして、カップの方であったりですねお友達誘ってね利用するみたいなね、まあそういった感じでもね利用することができるっていう風になりますんで、この点はねかなりおすすめです。でマイルの有効期限なんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスの有効期限ないっていった形になりますんで、マイルにね交換した後にですねちょっと利用するタイミングなくてしばらくほっといてもですね失効することねございませんので、まあいつでもね利用することができますので、まあこの点はねかなりいいですよね。またねユナイテッド航空のマイレージプラスは冒頭にもね言いました通り、国際線の発券した時にですね燃油サーチャージがねかからないっていう風になりますんで、東京からニューヨークとかね行ったとしても、まあ、空港使用税とかねそういったものだけをね支払えば利用することができるっていう風になりますんで、その代わり必要マイル数はね結構多いんですけども、今ね燃油サーチャージめちゃくちゃ高くなっておりますので、まあその必要マイル数がね多くなったとしてもですね、この燃油サーチャージがかからないっていうのはですね非常にメリットっていった形になります。で ANA のね国内特典航空券をねお得に発券することができるわけなんですけども、羽田がメインの方は羽田、福岡、札幌、伊丹、ここら辺が5500マイルから発券することができます。で大阪メインの方はですね非常におすすめっていう風になっておりまして、大阪、伊丹空港とかもねメインの方は沖縄、札幌、福岡、羽田、まあどこに行くのもですね片道5500マイルからね発券することができるっていう風になりますんで、
大阪メインの方はですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスはね、非常に強いっていう形になります。でこちらはね、距離にすると800マイル区間まではね、この5500マイルっていう風になるわけなんですけども、羽田から沖縄とかね、801マイル以上の区間に関しては片道9000マイルっていった形になります。またですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは経由便っていうのがね、発券することができるんですよね。まあ羽田から福岡に行きたいって思った時に、羽田から沖縄に飛んで沖縄から福岡みたいなね、まあ、そういった感じでもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ちょっと私のね、結構前の動画になりますけども、エポスカード、エポスゴールドカードを JQ エポスにね、買いに行った時にね、使ったんですけども、まあ、ちょっと遅い時間に羽田から沖縄に行って、で沖縄で一泊して、で次の朝に沖縄から福岡に行くみたいなね、感じで利用させていただきました。まあこれでもですね、2区間乗ってるんですけども、必要マイル数は1つでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあこれでもね、5500マイルでね、2区間乗れるっていう風になりますんで、飛行機乗るのが好きな方であったりですね、いろんな空港のラウンジを見たいみたいなね、まあそういった要望がある時にはですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは非常にいいっていった形になります。またね、ユナイテッド航空のマイレージプラスにはですね、エクスカーショニストパークっていうのは利用することができるんですよね。まあこれ自体はですね、ちょっと複雑になりますので、専門の、ね、動画も出しておりますし、まあこの前のね、海外の滞在で私実際に使ってきてね、非常にお得なんですけども、ちょっとね、あの利用方法はね、結構複雑ですので、ぜひねこちらの動画見てからですね、利用してみていただければなと思います。まあこのエクスカーショニストパークっていうのはね、なんでこんな特典つけてるのかちょっと分かんないんですけども、非常にお得はお得なんですけども、まあ使うのはね、結構難しいですし、ある程度ね、時間の余裕がないとね、それも難しいかななんていうふうに思いますので、一応あるよっていうことはですね、覚えておいてください。で次にね、変更キャンセルについてなんですけども、こちらね、現在コロナ対応で無料でキャンセルができて、まあマイルで帰ってきたり、トラベルクレジットで帰ってきたりね、するわけなんですけども、本来ですね、こちら30日以内のね、変更キャンセルの場合は125ドルね、かかったりするんですよね。結構高額になっておりますので、この点はね、ご注意ください。でこれがね、いつ戻っていつこの無料キャンセル対応はね、まあコロナ対応でね、まあ特別対応されるのか、ちょっといつ終わるかっていうのは正直わかんないんですよね。まあ今もう終わってるかもしれないですしね。ですので、もしね、利用される方はですね、日本語のね、コールセンターもございますので、こちらね、チェックしてからね、予約するのがね、おすすめっていった形になります。変更キャンセル125ドルって結構えぐいですよね。はい。日本円にして多分1万3000円とか4000円とかかかってきちゃうと思いますので、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、各ホテルポイントからユナイテッド航空のマイレージプラスにね、交換すると 30% 増量キャンペーンがね、来ましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、今ね、やはり燃油サーチャージがね、高いですので、ユナイテッド航空のマイルはね、非常に使い勝手がいいと思います。ちょっとね、長距離線は必要マイル数がね、多いんですけども、今東京、ニューヨークとかね、行ったら多分燃油サーチャージ10万ぐらい、多分行くと思うんですよね。必要マイル数とは別に。ってなるとですね、ちょっとマイル数は多いけど、燃油サーチャージかかんない方はね、今はいいんじゃないかななんていうふうに思っておりまして、まあ私もね、ANA マイル、JAL マイル持ってるんですけども、まあなかなかね、その ANA マイル、JAL マイルをそのまま使うっていうのはね、結構最近はね、やってないです。国内線はね、別にいいんですけども、やはり国際線になるとね、燃油サーチャージが高くて、必要マイル数、プラスね、燃油サーチャージかかってくるとちょっとね、お得感薄れてきてしまいますので、アラスカ航空とかアメリカン航空とかね、まあ、そういったのはね、結構利用させていただいておりますので、まあ、ユナイテッド航空もね、燃油サーチャージかかりませんので、まあ、国際線ね、利用される分にはですね、しばらくね、まあ、ここら辺のマイレージがね、いいのではないのかななんていうふうに思っております。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。